キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、キーマン最後の阪神タイガース、はい、っていうところで、うん、ね、アレンパですよ、はい、アレンパ、うん、東京じゃ全然流行ってないけどそうですね、まあ、でも関西ではやっぱアレンパに向けてってやってるんじゃないですか。それだって朝のおはよう朝日ですとか、もう夕方とかもうチチンプイプイとか、うん、はい、もうどれでも言ってんちゃう、うん、わかんないけど、アレンパね、全く聞かないけど、アレンパ目指してっていうところで、はい、キーマンね、うん、まあ、俺はやっぱ大山のベストナインは優勝するためにマストなんちゃうかっていう。おやっぱここの活躍がなくしてチームとしてやっぱ勝てるのかっていうね、うんうんうん、ちょっとオープン戦絶不調だけど、はい、でも昨年ベストナインでしょ、はい、でホームラン19発、ね、うん、打点78、うん、出塁率4割3厘だからね、はい、打率2割8分8厘、うん、最低この成績は保たなきゃいけないよね。そうですね、うん、まあ、言えば打線の核になる選手ですからね。そうそうそう、だからね、4番っていうね、うん、ところもあるし、はい、大山の活躍は必須ちゃうかっていう、うん、あとは近本元気で1年。あ、そこ大事ですね。あ、こう近、うん、センター代わりおらんで、はい、まあ、去年も近本が抜けてから阪神、うん、ね、一瞬2位に落ちて、はい、広島がね、うん、っていうところもあったしね、うん、だから、まあ、近本中野の 1,2 番が元気で1年稼働するかどうかは大事だと思う、うん、フォアボールも含めて足も絡めてできるかどうかってめちゃくちゃ大事だし、はい、まあ、それを大山が返すかっていうこの流れね、うん、だから、まあ、里輝がね、オープン戦調子いいけど、ここ打つとか打たないとか、うん、まあまあ代わりいるやん、はい、誰かしら、うん、まあ、そのホームラン20発打てるかって言ったらあれだけども、うん、里輝がタイトルとかね、はい、ベストナインに絡んできたらそれはすごいことだけど、うん、サードも激戦だからね、うん、そうですね、うん、でも絶対に抜けちゃいけないのは近本中野大山かなっていうね、はい、あとは梅野と坂本が両方いなくならないことそうですね、これ緊急事態やろ、うん、緊急事態ですね、やっぱり、うん、その連覇に向けて、うん、両方いなくなると、まあね、坂井田がね、なんか絶好調とかね、はい、藤田も一時頑張ってたけど、うん、どっちかいての坂井田藤田だったらいいけど、うん、両方いなくて坂井田藤田だとね、逆に言うとそれぐらいなのよ、はい、だからそんなの起こりえないでしょみたいな、うん、感じがない限り、はい、そんな不安要素ないよね、うん、そうですね、うん、もう他のチームだったら誰々が何本打ってとか、うん、誰々がベストナイン取ってとか言ってましたけど、うん、まあ、阪神に関しては元気に元気に1年いっとけば、ね、近本とか中野とかそんなめちゃくちゃ打てなくならないこともないし、うん、足でも活かせるから、はい、そういったところでは戦力として大事だし、あと大山だけはやっぱベストナインだからベストナイン取るぐらいの活躍しなきゃいけないから、うん、そこら辺はしっかりホームランもやっぱり20本には乗せたいしね、はい、うん、そこら辺の頑張りはちょっと必要不可欠かなっていう、はい、4番の活躍はね、うん、はい、でピッチャーで言うと、うん、やっぱキーマンは青柳ちゃん、あ、開幕投手だからね、村上と大竹がちょっと昨年のような勝ち星を増やせなかったり、うん、あとは貯金が思うように増えなかったとしても、うん、この青柳がしっかり挽回できればね、はい、おととしは2022年は13勝4敗貯金9、うん、そこから去年8勝6敗の貯金2だからね、はい、だからここが最低でも12は勝ちたいね、うん、12勝6敗貯金6、はい、おー、いい感じですね、ここができれば、うん、大竹が貯金10なくても、はい、合わせて12ぐらいいければね、うん、66で、はい、カバーできるからね、うん、だからこの青柳の12勝6敗、うん、ここは、まあ、開幕投手っていうところもあるけど大事になってくるんじゃないのかなっていうね、はい、だって去年だってね、大竹で村上伊藤将司が10勝なんだよね、はい、3人がね、うん、であとはそうだね、門別5勝、うん、お勢い乗ると思うね、はい、なんかそのチームとしてこれ勝ち星がどうとかじゃなくて、うん、門別が5勝したらなんかチームがぐわーって勢い乗りそうね、また若いところからチームを底上げするっていうね、うんうん、その5勝があるとかないとかで、うん、優勝の勝ち星がどうとかじゃなくてね、うん、なんかチームがファンも含めて一気にぐわー、うん、門別が5勝ぐらいしたら、うん、うわーって勢い乗りそうや、うん、その勢いの着火剤としては門別の5勝とかも大事なんちゃうかっていうね、うんうん、あともうこれできたらもう硬いと思う俺、才木の10勝、才木、ね、10勝したら、はい、あれば硬いような気がする、うん、硬そうですね、うん、でもピッチャーめちゃくちゃいますからね、ちょっと他にはね、西勇輝もいるし、うん、伊藤将司もいるしね、はい、っていうところで、うん、大竹も間に合いそうだしね、普通にね、はい、これぐらいじゃないピッチャーとか村上とかが怪我しない限りね、うん、一気にあのピッチングで勝てなくなるって、うん、ちょっと考えづらいよね、うん、
投げてみなきゃ分かんないタイプでもないし、しっかりコースにも変化球も含めて投げ入れてるから、そんなボコしか打たれて全く勝てませんでしたはないと思うんだよね。やっぱそう思うとピッチャーいますね、揃ってますね、うん、で、うん、ゲラが元気で1年、はい、だから40試合登板ぐらい、ゲラが、はい、うん、ゲラ40試合登板、はい、したら回ってるってことじゃん、うん、だからリリーフうまくいく、ゲラとキリシキが40試合登板、この2人、はい、うん、ができれば、はい、多分中継ぎ安定すると思うんだよ、うん、だって石井とか岩崎とかが投げれなくなるとか、うん、ちょっと想像しづらいもん ね、 そうですね、普通に投げとけば、うん、そんなボクスが打たれるとは思わへんし、安定感ありますからね、うん、あとはね、俺と先生の新人候補の岡留くんがね、あ、はいはい、うん、どこまで、まあ、すでノルマはないけど、はい、どこまで頑張るかは楽しみではあるよね、うんうん、これがね、はい、4月28とか9とかの放送だから、はい、どうなってんだろう ね、 うね、開幕して1ヶ月、うん、このね、うん、いきなりどうするゲラおらんくなってたの、ゲラみんな買いましたね危ない、あれんば危ない、あれんば危ないみたいなね、そうですね、うん、でもこれが、はい、これぐらいじゃない、ピッチャーもね、別にルーキーにこだわる必要もないし、うまさはどうなったのね、1ヶ月後、あー確かに、湯浅の未来は、うん、だから湯浅の代わりに椎葉君が来てる可能性もある、ありますしね、1ヶ月後ね、うん、もしくはもう岡留が湯浅の代わりしてる可能性もあるしね、うん、でもまあゲラがいるからね、うん、あとまあ島本ね、左で言うとね、うん、門別君が後ろのね789とかに入るかもしれないし、うんうん、さあね、うん、でももう既存の選手でこうなんか普通に頑張ればそうそうそういけそうっていう、うん、まあでも優勝してるチームだからね、はい、そんなノルマいっぱいあっても困るよね、はい、しかもだって戦力変わってないわけですからね、入れ替えゲラとケラーぐらいやろ確かにゲラがケラーが抜けるやつね、 あとは馬場と漆原ぐらいやろ、はい、入れ替わったとか、ね、野手とか全然別にね、外国人も一緒だし、うん、だから連覇したことないからって今までまあ、確かに、しかも優勝した次の年 B クラス説が結構あるんだよ、で俺も全部のけて、はい、これ心も無敵のオールマイティ枠一つある、はい、これできたらこれ一個でも連覇するやろっていう、伝説、うん、ホームランを取ったらもう優勝やろ絶対今日現在で2軍行き続けこれ、ミエセスがホームランを取ったら、もうこれだけで優勝やろ。いや、そうですね。うん、これもオールマイティで、うん。巨人がさ、坂本、はい、ヤクルトが村上ホームランをなっただけで、うん、優勝するかどうか分かんないよ。はい、でも、阪神のミエセスが仮にホームランを取ったら、うん、はい、今まで言ったら全部なしにして、うん、これ1個でも優勝できる。できるね。まあ、そのくらいバランスのいいチームですからね。あと雰囲気も上がるからね。確かに、確かに。雨の時だけじゃないぞ。イケイケゴーゴーってなりそうですね。これができたらもう全部すっ飛ばしてね、じゃあね、うん、ホームランを取ったらあるよね、はい、